はい、どうも、ブンでございます。皆さん、一家に一台は持っておきたいテスター、持ってますか？いたしません。今回はですね、昔ながらのデジタルテスターが進化した、デジタルマルチメーターがさらに進化した、スマートデジタルマルチメーター、カイビーツの、KM601S と、KM602 を紹介、レビューします。この KM601S は、かなり売れたらしい旧モデル KM601 を改良した新型です。それでは今日のメニューです。どちらもね、硬からず柔らかからず、形が崩れないセミハードケースっていうのかな？に全部入ってます。パカ、パカ。うっかり物が落ちないようにね、ゴムバンドとポケットでサポートされてます。地味やけど重要な気配りポイントです。まず KM601 です。KM602。これ、ブンさんが今まで見てきたテストリートとちょっと違います。ここ見て、先っぽちょこっと金属見えてるでしょ？キャップ取ると、金属のプローブが全部出てきます。例えば、プローブの金属が全部露出してない方が、ショートしそうな危なっかしい場所で測定とかではね、安心して使いますね。これはブンさんが普段使ってるやつね。キャップはキャップとして全部覆いかぶさるもんやと思い込んでたけど、こんなキャップ、初めて見たわ。これも気配りポイント。液体、気体、固体の温度を先端部分で測定できる温度プローブ。これ自体はね、マイナス50度からプラス350度程度の範囲で使うやつだと思います。USB 充電ケーブル。本体に挿すのはね、この細めの DC プラグです。世界中で販売されていることからね、複数言語対応の取扱説明書。日本語にも対応しています。どちらの機種もセット内容は全く同じです。電源ボタンを押します。これは現在の気温ですね。12.6 度。どうですか？大きな文字にね、色がついて明るくて見やすいカラー液晶です。その分ね、従来のこういう白黒液晶に比べたら電力消費するので、頻繁に使う人は電池交換の頻度も高くなるでしょう。そのためにね、こんな機能もついてます。従来のデジタルテスターって乾電池の交換が必要なんですけど、どちらも 1200mAh の蓄電池内蔵で充電できるから電池交換は不要です。ただしバッテリーを搭載しているので、壊れた時は適切な方法で廃棄する必要があります。充電方法はこのゴムの蓋を開けて、DC プラグを挿して、よいしょ。USB Type A のプラグをスマホの充電器をね、電源タップ。パソコンやモバイルバッテリーの USB ポートに挿すだけ。画面に残量表示が出るんで分かりやすいですね。フル充電でこうなります。初期設定はスマートモードになっててオートと表示されるんですけど、ファンクション、機能ボタンを押すと、マニュアルモードで切り替えできます。右に押せば、右。左に押せば、左に動きます。長押しすればね、スマートモードに戻ります。その他ね、小数点の位置を変える。レンジ切り替え。データホールド。相対位置測定。例えば電圧モードなら、直流、交流をね、切り替えするセレクト。これね、長押しすると、LED ライト。最大、最小値の切り替えですね。左から V、大きな電圧、オーム、抵抗、はい、線が繋がってたらブザーが鳴る導数テスト、はい、ダイオードの順方向電圧、コンデンサの静電容量、ミリボルト小さな電圧、ヘルツ周波数とパーセント、デューティー比、温度、摂氏と華氏、電圧がかかっている線、活線を測定する NCV 非接触式とライブ接触式の検電テスト。ミリアンペア、小さな電流。アンペア、大きな電流の測定ができます。ここ見てて、
このモードではテストリードをここにつなぐ。NCV 非接触式懸念テストでは何もつながなくてよくて、ライブ接触式懸念テストにすると、赤のインプットだけでいい。ミリアンペアはここ。アンペアはここ。というふうに接続方法を教えてくれます。スマートです。例えば電圧を測定するときは、コム、コモンに黒いマイナス側のテストリードを、よいしょ、接続。インプットに赤いプラス側を接続。これはね、ほとんどの測定で使う基本の接続方法です。はい。NCV、非接触式懸念テストではね、すべて外します。ライブ接触式懸念テストでは、はい、赤だけ、刺します。電流を測定するときには、ミリアンペアはここ、アンペアはここ、なんですけど、接続場所が間違っているので、赤い警告ランプがつきます。正しい場所に刺せば、はい、警告は消えます。温度測定は、付属の温度プローブを刺します。コモンとインプットですね。例えば電圧を測った後で、ここ見ててね、赤をミリアンペアに刺すと、ポン。自動的にミリアンペアモードになるし、よいしょ。アンペア側に刺すと、アンペアモードに変わります。スマートです。このようにね、電流用のジャックにテストリードが刺さっている状態では、このね、機能スイッチを押しても、モードを切り替えることができません。よいしょ。はい、ミリアンペアも動きません。これはね、電流用の接続で電圧を測ると、大電流が流れてヒューズが飛んでしまうことがあるので、それを防ぐ安全対策なんです。スマートです。この2つの機種、基本機能は同じでも違いはあります。確認していきましょう。本体の大きさが違う。601S が大きい。カラー液晶画面の大きさが違う。602の方がね、大きく画面全体がモニターです。操作ボタンの配置が違う。601S は前面。602は側面にあります。ジャックの位置が違う。601S は前面。602は側面。これによって測定時の置き方が違う。601は背面スタンドを出して、はい。これね。はい、本体を立てても使える。602はね、このテストリードが邪魔になって、立てては使えない。ジャックの数が違う。601S は4つ。602は3つです。本体のプロテクトが違う。601S はね、本体ケースそのものがね、頑丈なプロテクター。602は、プロテクトカバーが着脱可能。外してみるよ。ちょっと難しいんだけど。よいしょ。はい。はい。外すとね、さらに一回り小さく。スマホみたいなテスターになりました。測定分解能が違う。601S は1万カウント。602は6000カウント。この測定分解能が大きいほど、より細かく小さい単位で測定できます。ちなみに文さんがこれまで使ってきた安いテスターは2000カウントです。機能スイッチの動きが違う。601S は、右にも動くし、左にも動いて使いやすい。602は、一方通行。なので、うっかり目的のモードね、通り過ぎたら戻れないので、またね、こう最初からやり直しみたいになるから、この部分はちょっと使いづらいね。接続の指示が違う。601はね、はい、ジャック表示ランプ。602は、アイコン表示。相対値測定が違う。601S は、これね、相対値の測定ができる。602はできない。レンジ切り替えが違う。601S はレンジをね、切り替えできる。602はできない。警告方法が違う。601S は、
はい、警告ランプ。602は、文字で警告表示。電流測定モードが違う。601S は、MAX 10A のアンペアモードと、MAX 630mA のミリアンペアモード。はい、602は、MAX 10A のアンペアモードのみ。電流ヒューズの数が違う。601S は電流モードが2つあるので2個。602は1個です。せっかくなんでヒューズボックス開けてみましょう。これ裏にあります。602はね、この、プロテクトカバー外さないといけないんですけどね。よいしょ。プラスドライバーでいきますよ。こっちもプラスドライバーでいきます。はい。ここにね、ヒューズがついてます。よいしょ。はい。ちっちゃい。どちらもね、10アンペアのヒューズと、あとこっちはね、630ミリアンペアのヒューズですね。まあ、ヒューズが切れてもね、ホームセンターやアマゾンで普通に売ってるから、自分で交換できますよ。まあ、違いはこのくらいかな。電子や電子機器のエンジニアじゃない限りね、テスターを使うことなんてないってね、思いがちなんですけど、実はテスターは日常生活でも結構役立つツールなんです。ということで、家庭にテスターが1台あれば、それほど電気に詳しくない人でもできる、簡単で実用的な測定方法を9つ選んでみました。車やバイクに乗ってない時間が長かった。または冬になる前にね、バッテリー電圧の測定をお勧めします。測定するときは、配線は繋がったままでいいので、エンジンを切った状態で、直流電圧モードにして、バッテリーのプラスなしに赤、マイナスなしに黒の先端を接触させるだけです。最も使われている 12V バッテリーは、正常なら直流 12.5V 以上になっているはずです。それ以下になってたらバッテリーが弱っているので、近いうち、または冬になるとエンジンがかからなくなるリスクはあるんで、充電するか、場合によっては買い替えが必要になってくるかもしれません。テスターがあればそういった目安を自分で判断できるようになります。はい、電池の電圧を測れば、電池切れの確認や交換時期がわかります。出力電圧と極性がわかれば、他の機器のね、AC アダプターや中古ジャンクインを代替品として安全に使うことができます。一般的に DC プラグってね、基本的に外がグランドで 0V、中がプラスの電圧です。はい、コンセント挿しました。これは外がグランドで、はい、中がプラス 24V。たまにプラスとマイナスが逆仕様のものがあるんでね、逆だったらこれね、マイナス 24V って出ます。極性が逆のアダプターをつなぐと電子機器が壊れるリスクがあります。まあ通常出力電圧や極性の仕様はね、まあこういうところには小さく書いてるんやけどね。テスターがあれば本当に仕様通り正しい電圧が出てるか確認できて安心やし、断線や接触量の判定もできます。AC100V ちゃんと出てるかなってね。どのご家庭にもあるアルミホイル、導通テストモードで、0オーム、電気流れます。こういうやつ。テストリードを穴に刺して、動かないように固定して、プラグ側をショートさせると、正常なら音が鳴ってね、0オームに近い抵抗値。断線してたらね、音が鳴らないし、線がね、中で切れかけて接触不良してたらね、こう線を揺らすと、音がね、オンをするし、抵抗値も変動します。車や電気製品で使われているヒューズの断線や接触不良は、はい、抵抗値を測定することで判定できます。交流のコンセントや電源コードにね、ここにある非接触式 NCV センサーをね、近づけると、電圧がかかってるかどうかね、音で知らせてくれます。例えばね、電圧がかかってるね、こっちなんですけど、活線側の線がね、どっかで切れてたりすると、例えばこうね、このね、断線箇所より先ではね、こうやって音がね、鳴らなくなるので、まあ、この辺で断線してるってわかります。ただね、NCV はね、電源コード周辺の電磁場を検出してるだけなんで、一般的にその感度は高くありません。実はコンセントって極性があるんです。基本的にコンセントの穴が短い方が電圧がかかっている活線側。長い方が電池を通して地面につながっている
設置側です、この動画でも使ってるネオン式検電器と同じように接触式ライブモードではね、短い穴に刺せば、はい、電圧がかかってる活線側、長い穴は音が鳴らない、設置側。たまにね、電気工事士さんが間違ってこれ、ね、逆接続してるコンセントもあるので、これでチェックできます。詳しくはこの動画で解説してるので、そっち見てくださいね。動画概要欄にリンクしておきます。付属の温度プローブを挿して温度モードにすると液体気体固体の温度が測れます。このマルチメーター本体はマイナス40度からプラス1000度まで測定できる仕様なんですけど、この温度プローブはね、1000度なんて耐えられません。せいぜい350度程度が限界だと思います。下は大丈夫やけど、それ以上の温度は高温用のごっつい温度プローブを買って付け替える必要があります。セラミックファンヒーター、スイッチオン。熱源に近づけるよ。47、49、51、52、53ってね、どんどん熱が上がってきてます。もう80度超えた。もうドライヤーやん。あちゃちゃちゃ、手が熱い、手が熱い、手が熱い。90いった。あちゃ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 。あちゃ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 、95。100はいかないか。あちゃ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 。いけ。いった、100いったー。見えてる。あちゃ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 。あちゃ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 。あちゃ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 。このスマートデジタルマルチメーターのスマートモード。この機能は測定対象に、テストリードの先端。プローブをね、接触させるだけで、最もよく使う3種のモード。電圧、抵抗、導通テストを自動判定して測定してくれる賢い時短機能です。これね、どちらの機種にも付いているので、今度はね、この KM60 に使います。やり方は簡単。はい、電源入れるだけ、はい、初期設定でオートスマートモードになってます、はい、コンセントに挿すだけ AC100V、 はい、勝手に DC1.296V、 はい、勝手に抵抗モードで 150Ω、 はい、勝手に、これまでは手動でね、ここだっけ、これいいか、こうやってやってたんやけどね、テスターよく使う人は、はい、この時短効果ちょっと嬉しいかも。ここスマートモード対応の電圧抵抗導通テストの部分だけ背景が緑になっててね、わかりやすいでしょ。旧モデルの601はここはね、色分けされてないから、この部分改良されてますね。こう電流モードを赤にするともっと使いやすくなりそう。はい、この KM601S と KM602、 最も手軽に入手できる場所は Amazon です。 Amazon です。ただですね、かなり人気みたいなんで、在庫が切れてたら次の入荷まで手に入らない可能性もあります。特にこっちに安い方ね、まあ、どちらも数千なんですけど、具体的な価格はショップや為替相場、キャンペーンなどによって変動するので確定はできません。一応ね、動画の概要に商品ページをリンクしておきますので、リアルな価格はそちらで確認してください。もし在庫が切れてたら入荷確認でき次第新しい URL を貼っておきます。気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と通知設定して、また文さんの動画を見に来てくださいね。ほなまた。